So they finally meet. Bro, the fact that nigga really pulled up on him is crazy.初めてじゃないな。会うのはこれで2回目ですよね。吉野のこと迎えに来ました。どうやってここまで来たんや。つけてたんかお前。さあ、どうでしょう。つけてたのかも。気づかなかったんですか。もしかして。まさか。仮にも吉野のご家族にそんなことできませんよ。俺と吉野が結婚したらあなたは俺の義理のお兄さんだ。 クソみたいな。おお、ダッシャー、ブラザー。もしかして宮間総長か誰かが俺のことを動かしてるのか。確かに吉野は使いようによっては西都の構想への口火にもできるし、逆に抑止力にもなる。残念ですが吉野が東京に来たのはそんな理由じゃないですよ。ただ 染井組長が俺と吉野を結婚させようだなんて微塵も考えていないことだけは確かでしょうね。染井組長は個人的な理由で俺を利用してる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 。染井組長は個人的な理由で俺を利用して
前。それしょう。Out of your damn mind。ちょっとあんた、なんでここにいるのよ。迎えに来たんだ。もう夜遅いからさ。はあ？あんたどうやってこの場所？出しな。さすが吉野。いや。完コピしたクローンのコキ作って、おやきの位置情報を勝手に抜くのよ。I don't know if it's gonna end very well. It's just a damn stalker.私の家族やで、お前の方がよっぽど外野じゃ、ボーゲ。そうだね。That was kind of far. ごめんなさい。ええわ。しょうま、心配してくれてありがたいけど、今のところ大丈夫やから、あんたは一人で大阪帰り。朝早くに帰るんやろ。I like how her eyes go from fucking red to yellow when she goes crazy. わかりました。じゃあ、荷物取ってくるから、ちょっとここで待ってて。うん。混んでもいいって言うたのに。He's crazy.
That sounds like you. The fuck? How did he find that shit? Kitsuけて帰りや. Yeah, he love her. また来ます. あんた大学ちゃんと行くんやで. まあ、それなりにやります. そうやな. 私も気張らんとそれなりにやってくわ. うーん。今日めちゃくちゃ混んでない? 沿線近くの小学校で運動会があるみたいだね。 近い。体温感じる。なんかすごいいい匂いするし。どうしたの？具合でも悪い？なあ、ヒーピース。何かあっても分かるようにしてる。何かって？何が？まあ平たく言えば誰かが吉野を殺そうとするとか。なんだそれ。用心してるだけだよ。吉野が何かの拍子に死んだりしたら俺が殺されるから。 正直私こんなに混んでる電車初めて乗ったかも。世間知らずの甘ったれと思われるのが嫌で言わなかったけど、東京に来るまでは送り迎えしてもらってて、学校の近くに車止まってるのが嫌で離れたところで待ってもらったりしてさ。でも中1の時だけは徒歩で通学できたのよね。翔馬と一緒だったから。おお。 That dress looks beautiful. にしても、なんか引っ越しみたいだな。この勢いで荷造りしたら、このまま大阪帰れるの？いやいやいや、違うから。これはただ服を整理してるだけだから。それにしてもあの男、なんであんなに予想できない行動ばっか取るんだか。一周回って腹立ってきたわ。 何に腹が立ってる？<笑> He always there. むしろもっと。それ、分かっててやってんの？え？あんた、私のこと殺したいの？Yes, you wanna kill me。殺したい？吉野？いいや。何がそんなに気に入らないの？吉野に気に入らないところなんてないよ。じゃあまた私に飽きてきたとか？そんなこと考えたこともない。それじゃあ。 もしかしてショーマ？あんたショーマのことが気に入らないの？どうだろう。誰かを嫌いだと思ったことがないからよくわからない。じゃあ私とショーマが実は付き合ってるって言ったらどうする？マジで？うん。自分の女が寝取られるように仕向けるのザラだし。ダメン。吉野が俺のことを差し置いて大阪の男とよろしくやってると思うと嬉しいよ。 The mind games is crazy. 条件。吉野が誰と付き合ってようが俺は一向に構わない。だけどやるなら全部俺の前でして。Don't do it in front of me. よく言うけど、俺の場合その飴がゼロでもいいんだ。無知も飴みたいなものだし。
でもそれは対等な相手の話で、吉野は別だよ。俺だけが惚れてて、俺はずっと吉野に勝てない。最後はきっちり飴とムチの帳尻を合わせないと。だから浮気するなら、So if you're gonna cheat on me、目の前で全部やってくれ。俺のことは柱にでも縛り付けてくれればいい。そして最後に俺が、 Wait, what the fuck? そうすれば全ての帳尻を合わせられる。あんた何言ってんの？ Nigga said I'll be your cook, but long as I get to kill him, it's all good. 最終的にショーマを殺すって言ってるんだよな。付き合ってるの？なわけないだろうが、ショーマは家族だっつってんだろ。へえ。信じてないの？信じてるよ。多分何もないんだろうね。ただ家族にしては仲がいいってだけで。あのくらい普通でしょ。普通ではないだろう。そもそも血がつながってない。そんなこと言ってるとキリがないわよ。私が一緒に住んでた家族なんておじいちゃん以外血がつながってないし。あんたのその言い方、まるでショーマに嫉妬してるみたいに聞こえるわよ。ああ、そうかも。え？それは考えたことがなかった。そうかもしれない。嫉妬で頭が痛い。 Oh god. Then they get jealous. 本気で言ってんのか？あんたやっぱりおかしいわよ。じゃあ普通になろうか。は？吉野が言う普通の男だよ。俺にはよくわからないし、今までやったこともないけど。吉野さん、I become your ideal guy. Okay. 要点さえ話してもらえれば。We'll see how that fucking gets. How far that fucking goes.なんやそれ。お前、女の機嫌取るために自分の生き方曲げるんか。そう、どうだろう。そうなるのかな。言わんつもりやったけど、フェアじゃないからこの際言うわ。私は1年経ったらあんたのこと捨てて大阪帰るからな。え？でも今決心ついた。もし万が一私があんたに惚れるようなことあったら、このまま東京に住み続けたるわ。あんたやったら私が望む男そのまんま演技してもうまくやるやろな。けどそんなもんで私が惚れるわけないやろ。じゃあどうすればいい？ Then what do you do? 女と遊びまくってるくせに口ほどでもない男やな。中途半端に真人間予想くらいやったら世界で一番頭。 Brother eyes! That's what turns him on the most.正直今は吉野のこと好きでもいつか飽きるのかなって思ってたんだ。ああ、でも違ったよ。俺は吉野が吉野である限り永遠にずっと吉野のことが好きだ。The nigga said never change。 やっぱり頭おかしいな。ありがとう、吉野と結婚するための第一歩だね。あかん、あんたと話すと本気で頭痛くなってきたわ。着替えてご飯食べよう。着替えてる間に俺がご飯作ろうか。今年もかよ。バカやから、夏風邪ひくんや。通りで頭痛かったはずだ。今日だけ学校休むか。It's him, isn't it? Yup, it is him. おはよう、ヨシノ。はい、これ、スポーツドリンク。いや、たまたま大通りの公園走ってたら、ヨシノから連絡来たからさ、そこのコンビニで買ってきたんだ。え、1キロ以上はあるわよ。そっから買い物して走って帰ってきたの。まだ3分くらいしか経ってないけど。だから、毎年夏に風邪ひいてるから、恒例行事みたいなもんだし。ありがとう。じゃあ俺もう一本スポーツドリンク買ってくるよ。食欲ないならゼリーとかヨーグルトとかも買ってこようか。今からそんなことしてたら遅刻するわよ。学校？ I'm not gonna lie, I like his hair slicked back like that. いや、いい、そんなの。たかが微熱だからじっとしてれば治るわよ。病院は？一緒に行こう。どうかした？病院は。No, go to the hospital. Why? 一応見てもらおうよ。病院嫌いだから行きたくない。え、でも吉野腎臓を取るために手術したんだよね。あの時はお前への憎しみ。ああ、それは嫌で光栄だな。
ほら、いいから早く学校行け。いや、でも何かあったら連絡するから。じゃあ、1時間ごとにメッセージ入れるけど、とりあえず既読にしてくれる？ね、何か欲しいものがあったらいつでも連絡して。すぐ帰るからね。お前、マジで重たい男。He picking the lock. He sounds really sick. もしもし、稲森さんですか？やっぱり吉野の調子あんまり良くなくって、今のうちに病院に連れて行こうかと思うんですが、車出してもらえないでしょうか？可能なら車内の空調を聞かせておいてもらえると。吉野、少し動くよ。He does care for her in his own fucked up way.頭グラグラする。吉野、気持ち悪い？寝てると酔うのかな。こっちにおいで。いい匂い。何の匂いやったっけ。おはようございます。朝早くにすみません。今大丈夫でしょうか？ああ、大丈夫や。一応熱も下がったようです。そうかそうか、安心したわ。すまんの、毎日吉野に張り付いてもろて。あいつに何か言われてへんか？そうですね、よくストーカーって呼ばれてます。あいつはほんま、誰に似たか知らんけど口悪いやつ。 That's her grandpa for you though. とんでもない。普通なら気持ち悪くて逃げ出してもおかしくないと思いますけど、おそらく1年はこっちにいてくれるかと。そうかそうか、あいつは変なとこだけ俺に匂ってな。迷惑かけてすまんが、とりあえずあと1年面倒見立ってくれ。ええ、もちろんです。ストーカーでも何でもやりますよ。そういう約束ですから。That was a deal. And Shoma know that.